はい。うんね。はい。ああ。64します。大丈夫かな。さっきからさ、このマリオの顔がさ、マジでうざくてさ、もうマジでうざくてさ、このさっきからずっとさ、このマリオの顔見てるんだけどさ、マジでうざ、あ、ちょっと暗くなっちゃった。これは敵なんだよね、多分。殴ったら爆発するタイプ？やばーい！え？やばい声する。うわー！助けて！ちょっと待って、アンチ探そう。え、ばばばば、落ちちゃった。でも一生こっち見てんだけど、これどう、分かった、これでしょ。えっ、ちょ、どうやって話すの。えっ、びっくりともしない。どうしよう、これちょっとアドバイス、静かに歩きたいときはゆっくり歩くことです。うむ、なるほどね。うわー、何これ。オッケー、こういうことね。こういうことね。ちょっと一回殴ってみていい？あ、ごめん。はあ、気持ちよく寝ている人を起こすととっても不機嫌になります。わかる。よし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 、待って、誰、どうする、これ、いける、うわー、いや、いける、よし、待って待って待って、すごいスピードできてる、ちょ、頼む、やーべえ、やばいのいる、どうする、なんかでも倒せる気がする、倒せないこれは絶対、どうする、これ、あ、ごめんなさい、あー気に入らねえ、俺たち石のおかげで家も城もできてるってのに、いつも踏みつけるばっかりで、ちったらありがたかったらどうなんでいい、おうおう、確かにね、そりゃそうだよ。機嫌が悪いんで押しつぶしちまうぞ。文句があんならヒップドロップでこのバッタンキング様を踏みつけて見やがれ。オッケー、来い、あー外した、悔しいぞ、またまた踏み、ね、やめてよ、心痛いよ、そんなことないよ、みんな石のおかげでね、そう、家も壁もできてるしね、そう、心痛いよ、おめえの勝ちでこれ持っていきやがれ、ガクッて、わ、心痛っ、なんてゲームだ、ちょ、なんだ、な、ちょ、いた、あっち、これどうやって体当たりすんの、この野郎、この野郎、お前、この野郎、痛い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 
体当たりの練習しておかないと。マジで強い。あいつ何なんだ、あいつムカついてきた。イライラする。ねちょっと今タンマ、はいはい、うん、はい、勝ったんじゃないの。やった、邪魔見ろ雑魚が。これなんだ、こういうの危ない。入ってみよう。透明スイッチの構成ようこそ。青いスイッチを踏むと全ての青ブロックが実体になる。いろんなものを通り抜けられます。これ今透明ってこと？何がどうなっているんだ？何がどうなっているんだ？これ何がどうなっているんだ？助けてください。はいはい、あはこの面辞退するよ。この面だけで1時間かかってもする。はい、ほうほねほね、あこれほね、あこっち、いけない、やった！魔法の透明の帽子のスイッチを押しました。世界中の青いブロックから透明帽子が飛び出します。セーブする、やったー、透明帽子だ。あ、こうすり抜けれるんだ。あ、ちょ、あ、落ちちゃった。え、今何だったんだ。え、私はそこはてっきりねスターがもらえるのかなって思ってたんだけど、もしかしてコイン全部取ったらスターが出る系だったってこと。赤コイン集めたろうやないか。よし、一回落ち着いて、はい、滑る。はい、あよし、落ち着こう。よし、はい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 、ほんで、はい、あはー、なんだこれは、ラッキー、はい、ええ来た、絶対取れた、やったー。
た。待ってろって、これクリアする頃に私マリオマスターになってるから。